2020年12月1日クジャクトゲアガマのクジャクティクスが亡くなりました我が家にお迎えして2か月弱という短い期間でしたいつもと様子が違うと感じたのが11月28日ごろ朝早くからバスキングスポットにずっといる状態 餌は食べるんですけどいつもより食べる量が少ない状態あとは顔がなんというか目に光がないように感じました11月30日同居しているトゲアワガマによるストレスも考えひとまず隔離便も細く脱水や腸閉塞の可能性も考え様子を見ながら 温浴もししてみました。自分の仕事の関係上12月3日しか病院に連れて行くことができずひとまず病院の先生にクリクティクスの状態を報告し動物病院の先生のアドバイスを受けながら私にできることを実践していましたしかし12月1日 17時40分ごろ仕事から帰ってクジャクティクスの様子を見ると目を半分開いたまま冷たくなっていました、えー、申し訳なさと悔しさで涙が出たんですけどすぐに動物病院の方に連絡し12月3日 検視をしししていいたた。だくようお願いしましたもしも寄生虫だったり感染性のものだったりしたら一緒に同居していた他のトゲワガマも危険だと考えたからですそして本日12月4日結果が伝えられましたレントゲンと肉眼的所見から 肝炎で亡くなった可能性が高いとのことでした。消化器官や肺の方はきれいなまま、血跡やマウスロットもなかったとのことでした。トゲアガマは肺や肝臓を傷めやすいということで、適正な温度管理と食事の方もレパートリーを増やして、偏りすぎないようにしていく必要があります。 飼育期間が短かったためもともと肝炎を患っていた可能性が高いとのことでしたがもっと早く気づいてればもっと早く病院に連れてってあげてればと後悔してやめません。 今回の反省を生かし、次に生かしていくことがクジャクティクスに対するけじめだと考えているので、これからもよろしくお願いします。皆さん、クジャクティクスを可愛がっていただきありがとうございました。